朗報、大谷さん、お金が3倍になって戻ってくる。銀行をどう訴えるかというと、カリフォルニア州はビジネス不法行為法っていうのがある。ビジネス不法行為法で今回の銀行の悪質性を証明できれば、3倍までの懲罰的な賠償を課すことができる。つまり損害が仮に25億円とします。3倍の75億円取れば、大谷さんのポケットに75億円、銀行が払わなくちゃならないと語った。突破口については、実は5年前から連邦政府はボーヤーさんを追及してるんですよ。関連の口座に1万9000回も送っていることを銀行が調査しないのはどういうことなのって、と続けた。この記事の通りとなると、銀行の責任は重いかもしれない。もしかすると裁判で銀行が負ける可能性はあるかもしれない。なんたって1万9000回の送金をそのまま見過ごした銀行は何をしているかと思われますね。ここはしっかりと大谷選手の顧問弁護士は頑張ってほしい。お金は返ってこないって予想してる弁護士の方が多いけどな。そもそも銀行の不法行為を立証しなくてはならないんだけれどな。いきなりこんなこと書かれても困るわ。それよりも現実的なのは、胴元の不正ビジネスを暴いてもらって返金してもらうことだろうに。今回の一平との会話の時点で胴元はヤバいという認識があったはずだからな。 UFJ の広告コラじゃないなら面白すぎるだろ。これサンジャポの湯浅がソースでしょ。確かうさんくささ天元突破してたぞ。 W